はい、こんにちは、ポテリンコです。今日はこちらの丸井さんの試して味噌を使ってレシピを見ながら試して味噌のチーズ豚カルビを作りたいと思います。なんかすごくね、簡単にできる。この試して味噌1本で。で、この試して味噌はかける、あえるでね、楽しめるそうです。すごく楽しみ。野菜スティック、味噌田楽、ふろふき大根もね、いいですということで、これを使ってこちらのレシピを見て作りたいと思います。それではキッチンへゴー。
こちらが試して味噌を使ったチーズ豚カルビです。美味しそう、味見いただきます。チーズがすごく伸びる。たっぷり入れたけんな、多分おおよそで入れました。おいしい。すごくチーズで濃厚になっとるけど、お味噌がねすごくおいしいです。お味噌が本当においしい。ほんのり甘みのあるお味噌でね、いいです。とっても美味しいです。これもおつまみに最高。このお味噌はね、すごくね、便利やと思う。最高。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。チーズでね、とろーって濃厚なお味噌に仕上がって、試して味噌を使ったチーズ豚カルビをね、作って食べてみました。とってもね、美味しいです。甘みのあるお味噌やし、唐辛子をね控えめにすると、小さいお子様からね辛いのが苦手な方もね食べれると思いますので、ぜひぜひね参考にしてもらえたら嬉しいです。とっても美味しい試して味噌でした。ごちそうさまでした。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。ぜひおつまみに、ぜひご飯に、ぜひぜひ作ってみてください。以上、ポテリンコでした。バイバイ。